ロベルト・バッジョは、イタリア・ベネト州・ビチェン・ザ県、カルドーニョ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。元イタリア代表。バッジを、バッジと表記することも。1993年度欧州年間最優秀、選手。1993年度、フィファ世界年間最優秀選手受賞。セリエ A では、通算205ゴールを挙げ。 キャリア通算では318ゴールを挙げた。2003から04シーズンで現役引退。弟のエディ・バッジョも元サッカー選手である。趣味はハンティング。愛称のコディーノは馬の尻尾という意味。髪型に由来する。2002年に国連食糧農業機関の親善大使に就任。世界の貧困や気餓撲滅のための事前活動に取り組む。 病院への寄付、配置自身への寄付、アウンサンスーチー解放への協力などの功績が認められた。2010年11月14日、ノーベル平和賞受賞者世界サミットの事務局から平和サミット賞を授与された。ビチェンツァ時代のバッジョキャリアを通じてイタリア国内リーグで活躍。1981年にセリエ C1 のビチェンツァでデビュー。 1984から85シーズンに12得点を記録。1985年にはセリエのフィオレンティーナに移籍した。ところが契約成立からわずか2日後、右膝十字人体断裂の大怪我を負った。それでもフィオレンティーナは契約を破棄せずに辛抱強く回復を待った。移籍直後の1985から86シーズン、けがで、 コッパイタリアでの5試合のみの出場となりすべてのリーグ戦を欠場。1986から87シーズン5月10日、第29節のナポリ戦でセリエ初ゴールを決めたが、怪我でわずか5試合のみの出場に終わった。だが、怪我の回復した1988から89シーズンには15得点を挙げ、フィオレンティーナは、 UEFA カップ出場権を獲得した。1989から1990シーズンには、第12節の FC アスコリ戦で、セリエ A で、初のハットトリックを決めるなど、リーグ戦で17得点の活躍を見せた。1990年、当時史上最高額の150億リラという、遺跡金で、ユベントスに移籍フィレンツェではクラブに対する暴動が起こっている。 バッジョ自身も望まぬ遺跡だったため困惑していた。ユベントスの選手として初めてフィレンツェに戻ってきた試合では地元のティフォージから裏切り物扱いされ彼がボールを持つたびにブーイングを浴びせられた。しかし後半になると状況が一変する。チームは決勝点のチャンスとなる PK を獲得するが通常の PK キッカーであるバッジョを開けるのを拒否した。 監督の怒りを買ったバージョは即座に交代を命じられたが、スタンドから拍手を受けながらピッチを去った。1992から93シーズンはリーグ戦で21得点を挙げ、また UEFA カップ決勝のボルシアドルトムント戦では、ファーストレグで2ゴールを挙げ、チームを優勝に導いた。 これはユベントスにとっては1985年以来、以来のヨーロッパタイトルだった。この功績、貢献が認められ、同シーズンのフィファ最優秀選手賞とバロンドールを受賞した。1994から95シーズンは怪我で、多くの試合を欠場したが、シーズン後半には復調し、ユベントスの9年ぶりのリーグ優勝、コッパイタリア獲得に貢献した。 1995から96シーズンを迎えるにあたり、スタメンを保証されないことを言い渡されるとともに、チームからは言及を要求された。この時、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドらが獲得に興味を示したが、1995から96シーズン、AC ・ミランへの移籍を選択。ここで自身にとっては2期連続のリーグ制覇に貢献した。 ユベントス時代にはアウェーでのフィオレンティーナ戦で PK を蹴ることを拒否したが、同シーズン第15節では、自らがシュガにし、PK キッカーを務めて、得点を挙げた。1996から97シーズン、第10節、第27節とミラノダービーでは2試合でゴールを挙げたが、タバレス監督から、アリゴサッキ監督に変わると、 ベンチスタートとなるなど、出場機会を減らすこととなり、起用は限定的なものとなり、目立った活躍を見せることはなかった。1997から98シーズン、マンチェスターユナイテッドが引退した、カントナの後釜に据えるべく獲得に動き、FC バルセロナからも、興味を示されたが、ワールドカップ代表招集を目指すべく先発起用を、目的に、 中堅クラブのボローニャに移籍、第7節のナポリ戦では、ハットトリック、フルス第30節のミラン戦、第33節のユベントス戦でもゴールを挙げるなど、自己最多の22得点をマークし、ワールドカップ予選では呼ばれなかったが、本大会でのメンバー入りを果たした。1998から99シーズンから、インテルで2シーズンプレー。 ロナウドのパートナーとしてと期待されたが、同シーズンの UEFA、チャンピオンズリーググループリーグのレアルマドリード戦で2ゴールを挙げ、エース、ローマ戦では4アシストを決めるなどの活躍もあった。一方、負傷欠場も少なくなく、期待されたロナウドとのプレーもほとんどなかった。翌1999から00シーズンから、ユベントス時代に、バッジョー、 重要視せず確執も伝えられていた、マルチェロリッピ監督が就任、シーズン前にリッピと面会し、戦力として見ていることや、スタメンで起用される可能性も十分であることを聞かされたが、行き違いなどもあり、次第に礼遇され、1月の遺跡市場ではローンでの遺跡にリバプール、アーセナル等が獲得に興味を示したが、 代表に復帰して、ユーロ2000への出場を目指していたことから残留を選択した。インテル対談が半ば規定となった後の2000年5月23日の CL 出場権プレイオフパルマ戦では、前半35分に FK で先制、さらに同点にされた後半38分、左足ボレーで決勝点と2ゴール奪い、翌日のガゼッタでロスポルト氏で満点の順を、 獲得した。この試合を最後に、解雇に近い形でチームを離れた。この頃、J リーグの某チームから破格の条件でオファーを受け、移籍を真剣に検討、次のワールドカップへの出場を目指していたことから、トラパットー代表監督に、日本でプレーしても代表に呼ばれる可能性があるか、尋ね、イタリアに泊まる決断をした。2000から01シーズン、イングランド、 スペインといったチームから、ブレシアの3倍以上の年俸でオファーを受けたが、ビチェンツァから近かったこと、カルロ・マッツォーネ監督の存在もあり、ブレシアで4シーズンを過ごした。2001から02シーズンでは、2002年 FIFA フフワールドカップ出場を目指すべく、シーズン前半にゴールを量産。しかし、2002年1月31日のコッパイタリア、準決勝パルマ戦で、 左膝十字人体に、全治六ヶ月の負傷。しかしワールドカップへの出場を目指し、リハビリを経て、わずか二ヶ月で復帰。4月21日、第32節のフィオレンティーナ戦で、後半25分に途中出場。2ゴールを挙げ、第34節のボローニャ戦でも1ゴールを挙げた。しかしワールドカップへの出場は叶わなかった。2003から04シーズン。 第33節のラツ予戦で、シーズン12ゴール目にして、現役最後のゴールを挙げた。5月16日、リーグ最終節の 3C 色でのフルスエシーミラン戦が、現役最後となり、先発出場し83分の途中交代時には、客席全体から、スタンディングオベーションが送られた。現役引退後は、数年間の休養を経て2010年に、 イタリアサッカー連盟の打診を受け、テクニカル部門のスタッフに就任。バッジョは、数々の改善案を提案したが、連盟に受け入れられることなく、2013年に、同職を退任。以後は、サッカー界から距離を置き、現在は、故郷、カルドーニョに近いアルタビッラビ・チェンティーナで、隠居生活を送っている。イタリア代表としては、1988年11月16日に、 行われたオランダとの国際親善試合でデビュー。1989年4月22日に行われたウルグアイとの国際親善試合で初ゴールを挙げた。FIFA ワールドカップにはイタリア W 杯、アメリカ W 杯、フランス W 杯に出場し、3位、準優勝、準々決勝進出といずれもベスト8に入った。 ちなみに3大会の敗退はいずれも PK 戦によるもので、バッジョは3大会とも PK キッカーを務めている。一方、欧州選手権にはキャリアを通じて縁がなかった。1990FIFA ワールドカップに出場したバッジョ1990年の地元開催では当初はスーパーサブ的存在であったが、グループリーグ第3戦目のチェコスロバキア戦において、 中盤から単独ドリブル突破を仕掛け、ディフェンダーを次々と抜き去って、ゴールを決めた。準決勝の相手はマラドーナ率いるアルゼンチンで、あったが、この試合はバッジョはスタメンから外れ、チームもアルゼンチンに1の1に追いつかれた後、PK 戦で敗れてしまい、バッジョを先発させなかった、ビチーニ監督に非難が集中した。 フル出場した3位決定戦のイングランド戦では、ピーター・シルトンの致命的なミスをついて、先制点を記録し、さらには、決勝点となる PK を誘った。彼はキッカーを大会得点王のかかったスキラッチに譲った。前年の1993年に、バロンドールを受賞していたこともあって、周囲の期待は大いに高まっていた。しかし、本大会直前に、 右足のアキレス腱を痛めてしまい、万全でない状態で1994年、ワールドカップを迎えた。イタリアは、グループリーグ初戦、アイルランド戦を落とし、グループリーグ第2戦ノルウェー戦では、ペナルティーエリア外での恋のハンドの反則をした GK、ジャンルカッパ・リューカが、退場処分となった際には、アリゴ・サッキ監督により控え GK。 ルカ・マルケジャーニの投入のためにバッジョはベンチに下げられてしまった。この時、バッジョはさっきに対して狂っていると漏らしたと言われる。試合後にさっきは走れないバッジョを人数の少なくなった状況では使いづらいからと説明した。グループリーグ第三戦メキシコ代表戦も引き分け結局、イタリアは1勝1敗1分けで、かろうじて決勝トーナメントに進出。 無得点と制裁を欠くバッジョへの風当たりは厳しく、地元メディアは、ジャンフランコゾラへの交代を唱えた。決勝トーナメント1回戦のナイジェリア戦でも、先制を許し、反撃の切り札で投入したゾラは不可解な判定で、退場処分となり1点を追いかける苦しい、試合展開になる。しかし、試合終了直前の89分、ついにバッジョが同点弾を決め、 延長戦でも PK を沈めた。準々決勝のスペイン戦でも再び終了直前にカウンターから角度のないところから決勝点を上げて2から1で勝利。準決勝のブルガリア戦でも続けざまに2得点を上げて2から1と勝利した。決勝トーナメントの準決勝までの3試合でチーム6得点中5得点、どのゴールも試合を逆転、決定するもので、 国標から一転して、救世主扱いとなった。しかし、準決勝で、右足のふくらはぎを痛め、決勝への出場が危ぶまれた。決勝のブラジル戦、バッジョは強行出場したものの制裁を書き、試合は、ワールドカップ決勝史上初の PK 戦となった。ブラジルがリードを保ったまま最終キッカーであるバッジョの番となるが、彼は、 ゴール左上に遥か高く打ち上げてしまう。これによってイタリアは優勝を逃した。ボローニャでゴールを量産した好調差を買われ、1998年フランスワールドカップのメンバーにサプライズ選出された。大会を通じて2得点1アシストを記録した。初戦チリ戦で先発出場。パオロマルディーニからのロングボールをバッジョがダイレクトでスルーパスを走り込んだ。 クリスティアン・ビエリに投資アシストを記録。その後追いつかれるが、バッジョ自ら PK を誘い、これを決めた。またこのゴールで、イタリア代表として、ワールドカップの舞台で3大会連続でゴールを決めた、初の選手となった。グループリーグ最終戦のオーストリア戦では、決勝ゴールを決める活躍を見せた。準々決勝のフランス戦では途中出場し、 延長後半に決定的とも言えるボレーシュートを放つが、ボールはクロスバーをわずかに超えていった。結局、この試合も決着はつかず、PK 戦に突入。バッジョは一番手で PK を決めたが、イタリアは3大会連続で PK 戦で敗退した。1999年以降は、代表からは遠ざかる。本人は二千二年日韓大会出場を熱望し、 所属クラブでゴールを上げ続け、全治6ヶ月の負傷を、懸命のリハビリで2ヶ月で復帰するなどアピールを行ったものの招集されることはなかった。現役引退を表明後の2004年4月28日に、ジェノバで行われたスペインとの親善試合に、キャリアへの敬意から特別招集され、この試合を最後に代表を引退した。イタリア代表での通算成績は、 国際 A マッチ56試合出場27得点。優れたテクニックと、誰も予想できないようなタイミングや方法で、パスやシュートをするなど、アイデアあふれるプレーをする選手であり、ファンタジスタという言葉はまさに、バッジョのためにあると言われた。幼少の頃憧れた選手は、ジーコで、フリーキックの蹴り方を真似るなどしていた。元ローマカトリック信者であったが、 1980年代に仏教に改修し、総価学会会員となった、三色機のキャプテンマークを着用したこともある。ありがとうございます。